はい、どうも、ヒエです。どうも、カイヌです。今日なんですけども、はい、オフホワイトとね、はい、ナイキのコラボなんですけども、まあ、ここに来て、はい、ゲリラリストックがあるんじゃないかという噂がね、はい、ちょっといろいろと出てきてますので、今日はそのあたりをやっていきたいなと思います。はい、で、その他、陸上部がいくつか出てきてるんですね。そうですね。はい。アンディ・フィーテッドとエアホース・ワン・ローのコラボの、うん、パテントが使われているスニーカーありますので、はい、あれの発売情報と、あと今後気になる、ナイキ SB ダンクローであったりとか、エア・ジョーダン2の新作の情報が出てきているんで、それをご紹介したいなと。はい、はい、このチャンネルではスニーカーファッションに関するリーグ情報や最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録も忘れてない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムもやっていますので概要欄の方にリンクの方がありますので気になる方フォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、じゃ早速なんですけども、ね、はい、はい、昨日の動画になんかコメント来てたやつで気になるか。そうなんですよね、はい、こういった形で昨日の動画の方でコメントいただいてたんですけど、うん、アンディ・フィーテッドとエアホースワンローのコラボが、うん、まあ、近いうちに発売されるんじゃないかっていうふうな、コメントいただいてたんですよね。はいはいはい。ヨウさんっていう方だと思うんですけど、うん、はい、まあ、こういったふうにコメントいただきました。あ、コメントの ありがとうございます。ありがとうございます。で、以前僕らの古い動画でもさせてもらってるんですけど、はい、このね、アンディ・フィーテッドとエアホースワンローのコラボの、うん、トパーズゴールドって言われる一部ホワイトのカラーであったりとか、スウッシュの部分がイエローのカラーになっているアンディ・フィーテッドとエアホースワンローのコラボがあるんですけど、うん、これ、11月の13日に発売予定という意味でやってるんですよね、うんうん、はい。で、こういったコメントを昨日、ね、いただいてたんですけど、新たにまた情報が出てきまして、うん、はい、これなんですけど、アンディ・フィーテッドのアメリカの方で11月の13日に今見てもらってるこのカラーが発売されるんですけど、同じくアメリカ時間で、これ US のスニーカーズの方にこういったページが出てきてるんですよ。あ、もうページでできてるんですね。あ、そうなんです。ただ、これ発売の仕方が、これスニーカーズで売られるんじゃなくて、うん、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、うん、北米にある、ナイキの、まあ、小売のお店ありますよね、はい。その名前がずらーって並んでるんですよ。うん、あ、でよく見ると、これね、11月の14日に今見てもらっているこのショップのリストありますよね。はい、このお店の方で、このアンディ・フィーテッドとエアホースワンローのコラボの、この、トパーズゴールドの方が売られるって情報だったんですよね。あ、そういうことなんですね。そうなんです。今、話してるのは、これ北米での発売の話になりまして、日本での発売の情報ってのは出てきてないんですけど、うん、アメリカ時間で11月の13日と11月の14日に売られるということができてるんですよね。あ、はい、スニーカーズでの発売予定ってのは今どうか出てきてないってことなんですよね。そうなんですね、はい。スニーカーズで売られるのかなと思って見てたんですけど、うん、そうではなくて、まあ、小売の方で売られるリストが載ってたんですよね、これね。はい、で、このカラーのみだけ発売の情報が出てきてまして、以前トラビス・スコットが持ってた、うん、アンディ・フィーテッドと、うん、エアホース・ワン・ローのコラボのモデルであったりとか、まあ、それ以外にもあと2色あるんですけど、うん、それに関してはね、発売の情報が出てきてないんですよね。うんうん、あ、で以前紹介した時にこのトパーズゴールドに関してはこの写真を使ってリーカーアカウントサイトの方がカミングスーンって言ってたんで、このカラーのみだけ早く発売されるんじゃないかっていうようなことを言ってたと思うんですけど、その通りになりましたよね。そうですね、はい、はい、まあね、ちょっと日本での発売情報というのはまだちょっとね具体的なのは出てきてはないんですけども、ね、はい、またちょっとね出てきたらちょっとこちらでも紹介していきたいなというところですよね。はい、はい、なんかこんな感じの売り方だと数少ないのかなとちょっと思っちゃいます。思ったりしますよ、ね。でもその割には、あれですね、発売する小売さんは多いですし、ね。あ、そうなんですよね。よくわかんないですけど、ね。まあ、ソウルフライであったりとか、うん、名前が入ってるんですけど、うん。はい。はい。で、続いてなんですけども、エアジョーダン2ローのこちら、ウィメンズになるんですが、はい、UN2C シカゴなんですね。そうなんですよね。はい。はい、まあ、発売っていうのはこれ来年になるんですけど、来年のね、3月8日発売予定、以前から持ってらっしゃる方の投稿であったりとか、うん、ご紹介されてもらっているんですけど、エアジョーダン2のローでウィメンズで、まあ、ホワイトを下にしてまして、MLC2 シカゴなんで、まあ、一部、かかとの部分がパウダーブルーのカラーが使われてまして、で、細やかな、まあ、レッドのカラーといいますか、このファイヤーレッドのカラーが使われている、2色が使われている、このエアジョーダン2のウィメンズになるんですけど、うん、ヤンキーキックスさんの方が、まあ、着画といいますか、分かりやすい投稿があったんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、以前紹介した時に、シューターのデザインが、分かりにくいっていうふうな話してたと思うんですけど、もう今回バッチリね、正面から撮ってくれてる写真とか出てきてるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、これね、ウィングロゴのマークの部分が、レッドのカラーでパイピングされてるだけなんですよね。はい。ホワイトに、まあ、エンボスのような格好だと思うんですけど、うん、縁取りでレッドのカラーでこういった風に、表現されてデザインになっているウィングロゴになってまして、正面から見たらすごくシンプルなんですけど、かっこいいなと思いましたけどね。うん、
はい、でかかとの部分が、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、UNC ということなんでパウダーブルーのねカラーが一部使われてるんですけど、はい、なんかたまにこういう UNC to Chicago っていう形でなんか2色混ざったものが出てきますよね、はい、あそうですね、まあ、ジョーダンが卒業した大学と、まあ、ジョーダンが最初に NBA で契約した、まあ、シカゴブルーズの、うんうん、まあ、そのキャリア始まったっていうのは叩いじゃないですけど、こういったのも出ますよね。出ますね。で今回エアジョーダン2で、まあ、ウィーメンズという形で3月の8日に発売されるんですけど、はい、またエアジョーダン2の結構ね最近紹介させてもらってるんで、で前半も多いんですよねこれね。そうなんです、ね、そうなんですよ、はい、でそんなねエアジョーダン2なんですけど、うん、まあ、最近僕らのところであんま話してないですね。ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、うん、これ欲しいんですよね。情報がねなんかその方がまた新しいの出てきてないですね、はい、そうなんですよね、はい、エアジョーダン2の OG のこれシャオなんですけど、もともと10月の22日に発売されるんじゃないかっていうリークが最初に出てきてまして、で延期になって今のところ12月の30日って言われてるんですよね、うんうん、はい、でこのエアジョーダン2の OG のシャオに関してはまだナイキの方が公式写真ができてないんですよね。あ、そうなんですね。なんで、まあ、今月いきなりね、発売されるっていうことはないのかなと思ったりするんですけど、うん、はい、まあ、気になるエアジョーダン2のシカゴの方がですね、12月の30日ということで、まあ、これも狙ってるんですよね。そうなんですよね。そうなんですよね。なんか狙うのがちょっと多すぎてね、お金がなかなかね、続かないみたいな感じになっちゃいますけども。はい、エアジョーダン3のファイヤーレッド手に入れてるんで、うん、この11月の19日に発売予定のエアジョーダン1汎用時のロスト&ファウンドと、このね、12月30日に発売されるんじゃないかって言われているエアジョーダン2のシカゴの方をね、まあ、ぜひともね、手に入れたいなと思ってるんですけどね。いつとも並べたいところですけどもね。そうなんですよ。はい。はい、でその延長線で、はい、同じくホワイトバースティーレッドのカラーが使われてる、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、はい、12月10日発売予定のエアジョーダン11のチェリーありますよね。はい。これがね、持ってらっしゃる方の投稿で、また着眼になるんですけど、うん、まあ、こういった、スキニーなデニムに合わせているエアジョーダン11のチェリーを入る写真ができて、なんでちょっとご紹介させてもらいたいんですけど、うん、これでもやっぱりいいっすねこれね。まだでも僕買うかどうかならないなるほどね、そうなんですよね、はい、まあエアジョーダン3のファイヤーレッドと、うん、先ほど紹介されてもらったエアジョーダン2の、まあ、OG のシカゴとロスト&ファウンドを手に入れたらやっぱりこれ行くべきじゃないですか。まあそうなんですけど、なんかあの、はい、履いてる時の服装のイメージが全然わからないですね、はい、ああそうっすね、まあ、この下にやっぱうまいことが、はい、最近ね、もう太いパンツしか履いてないんで。最近そうね。そうなんですよね。なんだかんだ楽やからね。はい、そうこういったね、細身のパンツとかっていうのを履かなくなりましたよね。そう、ね。一時期はめちゃくちゃ履いてたんですけど。そうですね。はい。ケイト・モス僕好きやったんで、ケイト・モスが履いてた、スーパーファインっていうスキニーデニムあるんですけど、うん、よくそういうのとか履いてたんですけどね。はいはい。今も全然そんな、もう、なんすかね、まあ、軍版であったりとか、ちょっともう楽な感じのパンツになってきてるんですけど、このエアジョーダンイレブンのチェリーに関しては履いてらっしゃる方の動向を見るとかなりスキニーでかなりあれなんですよね、裾乗っけてるんですよね。そうですね、まあ、こういった写真が出てきたんで、まあこれは12月の10日ということを以前話させてもらってるんですけど、フルファミリーサイズのリリースになるので、まあこの年末に発売されるエアジョーダンイレブンっていうのは、まあストック数がいつも多いんじゃないかって言われてる中、フルファミリーサイズの発売なんで、まあこのねチェリーに関してもかなり多いんじゃないかなと思われるんですよね。そうですね。はい、でまあ余談なんですけど、このエアジョーダン11のチェリーっていうのは、うん、以前発売されたエアジョーダン11ローのチェリーっていうモデルがあるんですけど、うん、まあそれのハイトップバージョンないですけど、そうですね、はい、ということで紹介されてもらってまして、まあこういった実物でいけなんで、まだねこちらの方でもねご紹介させてもらったんですけど、はい、はい、まあ気がついたら僕糖質っぽちってる可能性ありますけどね。いや絶対買ってると思いますけどね。なんかまあ結局それまでの間に欲しいもの買えてるかどうかによって、ああそうなんですよね。ところはありますから、ね、前々日ぐらいまでは何も言ってなくて、いきなり当日にね僕に多分ゴッテングしたね、写真をね、LINE とかで送ってくると思うと思うんですけどね、多分、ね。あるパターンですよ、僕が。はい。まあ、まだこの辺も情報分かり次第ですね。こちらご紹介したいなと思うんですけど。はい。はい、で、続いてなんですけども、はい、エアジョーダン1ハイオージーのセルティクスですね。あ、そうなんですね。こちらの方が、来年の4月の15日発売予定で、ちょっとこれ見てもらいたいですけど、2009年に発売された DMP パックの、エアジョーダン1ハイのラッキーグリーンの、この、中段の部分のジャンプマンロゴが、ナイキエアになって、新たなね、モデルとして来年発売されるんじゃないかと、させてもらってたんですけど、4月の15日に発売予定で、モック画像が出てきてまして、以前紹介してるんですけど、まあ、この、中段の部分がナイキエアになってまして、うん、2009年に発売された DMP バッグのラッキーグリーンのカラーをその落とし込んでるモデルで、こういったモック画像があるんですけど、こちらの方は、ね、今2つ並んでると思うんですけど、うん、まあ、ちょっとした情報なんですけど、うん、これもフルファミリーサイズで発売されるということで、うん、まあ、新たにまた紹介されてました、うん、そしたら数多いかもしれないと思ってます。あ、そんな気がするんですけど、
僕、はい、このカラーリングいいなと思ってるんでね、はい、ちょっと出たら欲しいなと思うんですけど。あと、エアジョーダン1ハイオージーで、うん、このグリーンとホワイトとブラックのカラーを使ってるようなモデルって僕一切持ってないんですよ。あ、僕持ってないですよ。あ、そうなんですよ。うん、なんで、これ、まあ来年のね、4月の15日に発売されるんじゃないかっていう情報を見た時に、ちょっと欲しいなと思ったんですよ。うん、そうですね。はい。でね、これ実物の投稿がまだないっすよね。うん。はい。で、モック画像であったりとか、事前に出てきてリークの情報では、2009年のモデルと違って、ちゃんとジャンプマンロゴじゃなくてナイキエアになるって書いてたんで、うん、でも実物の方は出てきてないんですよね。そうなんです。まあ実物の投稿早く見たいなっていうことで、まあ、でしたりですね、こちらにまたご紹介したいなと思うんですけど。はい。はい、で、続いてなんですけど、アンブッシュとナイキエアフォースワンローのグリーンの話。あ、そうなんですかね。海外のスニーカー系サイトを見てますと、うん、こういった風に、ホリデーシーズンに発売されるんじゃないかって言われている、アンブッシュとナイキエアフォースワンローのコラボの、うん、グリーンのカラーで、数種の部分がイエローのカラーになっているものでありますよね。うん、デザイナーのね、ユンさん自身が履いて、投稿してあったんですよね。そうなんですね。はい。で、その写真をまとめている、海外のスニーカー系サイトで紹介があったんで、うん、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、色落ちしてるね、デニムにこれ合わせてるんですよ。うんうん、はい。着てる服は、なんかナイキのフリースっぽいのかなっていう感じの、なんかジャケットみたいに着てるんですけど。これもいいですね。そうなんですよ。はい。で、こちらの方が、まあ、この写真以外に何か情報があるわけじゃないんですけど、うん、以前にもなさせてもらっているんですけど、この海外ニーカーカウントサイトの方が、このホワイトのカラーでスーッシュの部分が、ブラックのモデルのね、このアンブッシュとナイキオーソナローのコラボの写真を使って、12月に発売されるっていう情報があったんで、うん、まあ、この今出てきているグリーンのカラーであったりとか、まあ、ここに映ってないですけど、ブルーのカラーであったりとか、ブラックのカラーのアンブッシュナイキオーソナローのコラボが、まあ、12月に発売されるんじゃないかと思うんですけどね。うん、はい。なんかあれですね、このデザイナーのイオさんが履いてるのを見ると、こういう履きこなしならこの緑のカラーもありなって思いました、ね。ちゃいますよね。はい、ただ普段ね、もうブルーデニムとかあんまり履かないんで、最近そういえば履いてない、ね。そこまでね、そんなにもう黒いパンツが持ってるんですけど、ヴィンテージとか、ね、うん、でもそんなにね、そのね、頻繁に履くっていうことがないんで。だいぶ色も薄めですもんね。ああ、そうですね。はい。はい、続いてなんですけど、ナイキ SB ダンクローのビートルーですね。そうなんですよ。こちらの方が、今年ね、まあ、ビートルーシリーズということで、うん、ナイキ SB ダンクロー発売されてるんですけど、で、その時にサンプルで、こういったやめてもらってる写真のモデルが存在するということで、これ発売されるかどうかわかんないって言ってたんですよね、うんうん。で、最新の僕らのこれについてやってる動画では、スタイルコードとか出てきたりとか、あとナイキのほら、放射写真が一部流出してたんで、うん、発売されるんじゃないかっていう話をしてたんですけど、うん、これね、US のスニーカーズの方に、11月の18日発売予定でこれ来てるんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。はい、あ。で、まあ、以前にちょっとご紹介させてもらってるんですけど、うん、まあ、させてもらってるんですけど、これホワイトのメッシュの部分が、まあ、いわゆるこのワッフル調といいますか、ボックスであったりとか、サイドパレルの部分が、まあ、ワッフル調のホワイトのメッシュになってまして、うん、で、面白いのが、これ、かかとの部分が、刺し子状のデザインになってるんですよね。そうなんですよね。はい、あうん。で、まあ、この太陽のマークのようなスマイルマークのデザインが左右に入ってまして、で、シューターの部分見てもらうと、片方はナイキ SB って書いてまして、うん、もう片方のタンタグは、ビートルって書いてるんですよね。はい。外側のスーシュがピンクのカラーで、うん、内側のスーシュのカラーが薄い水色のカラーになってるんですよね。そうですね。はい。で、まあ、かかとのあたりに、ところどころ、7色の、まあ、レインボーカラーの、まあ、グラフィックのデザインを落とし込んでるような。人もしたような。ああ、そうなんですね。なんかデザインがあるんですけども、はい、なんかスーシュの上に乗っかってたりとか、はい。ね、なんか遊んでる感じがありますよね。そうなんですよね。はい。で、この、ピンクのカラーから水色のカラーになんか変色しているようなグラデーションのかかとのデザインになってるんです、うん、あ、そうですね。そうなんです。こちらの方はね、11月の18日に US のスニーカーが来てるんで、うん、おそらくなんですけど日本のスニーカーズの方でも発売来るんじゃないかなと思われるんですけど、ね、そうですね、はい。まあ、こういったねキーホルダーの付属品であったりとか、うん、あとシューレースの方がこういったのシューレースが入ってるんですけど、これねネイビーのカラーのシューレース見てもらうと、かかとの部分の差し子状のデザインにちょっとリンクしているようなデザインと言いますか。そうですね。はい、なんか太陽マークみたいな形でデザインされてましたね。はい、こういったシューレースが、まあ、付属しているということで、紹介されたんですけど。うん、はあ、まあ、US のスニーカーズの方で一応11月の18日に来ているんで、まあ、日本でも今月後半なのか年内に来るんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。はい。はい、続いてなんですけど、はい、ニューバランスの580ビーフ&ブロッコリーですね。これ2023年発売予定なんですね。はい。来年発売予定なんですけど、うん、写真の方が2枚しか出てきてなくて、うん、まあ、こういった形で、ニューバランスの580で、まあ、最近ね、ニューバランスの580、ブルーのカラーとホワイトのカラーを基調にしているようなモデルとか、うん、ニューバランスの方で発売されて、まあ、ニューバランスの登録するとメールでね、発売情報が来るじゃないですか。あ、はい。まあ、最近580のモデル結構見かけるんですけど、まあ、この580っていうのはちなみに、1900
1996年に発売されたモデルで、新色として2023年に発売されるモデルで、ブラウンのカラーとグリーンのカラーが一部使われているこの580なんですけど、うん、名前の方がね、通称でリーフ&ブロッコリーってなってるんですよね。はいはい。はい、最近そんなの紹介しましたよね。なんかやりましたよね。そうなんですよね。エアホースワンローの、ビーフ&ブロッコリーっていうものがあるんですけど、うん、確かにそのカラーにもこれ似てるんですよね。なんか最近名前寄せてきてるんですか、はい、それとも周りが勝手に名前つけてるんですか？わかんないですけど。はい。うん、まあこのニューバランスの580で、ブラウンのカラーとグリーンのカラーが使われてまして、まあアッパーの部分であったりとか、セールの添えが使われてまして、トゥーボックスのあたりとか、サイドパネルの部分っていうのは、これメッシュになってるんですよね。はい。このね、ちょっと接写してる、正面から撮ってる写真であったりとか、うん、この2枚しか出てきてないんですよね。まあでも、カラーリングの雰囲気からすると、はい、まあやっぱりトレールとか、はい、まああの、ハイキングとか。あ、そうですよね。イメージしますよね、うん。なんかそっちのイメージですよね。はい、秋冬のモデルなのかなって思ってたんですけど、カラー的にも。うん、これね、2023っていう風に書いてたんで、おそらく来年の春頃に発売されるんじゃないかなと思うモデルなんですけど。カラーリングはね、いいカラーリングかなと思いますけど、ね。はい。ニューバランスに関しては僕はね、9060買ってからね、全然買ってないですよね。最近買ってないですね。そうなんです。あの、ビーフ&ブロッコリーね、この間も言ってたよね、僕よくあの、ブロッコリー最近よく食べてるんでね、はい、あの、セブンイレブンで、あの、冷凍のブロッコリーと、はい、チキン。ささみですか？あの、鶏肉がね、入ってるやつよく食べてるんですけども。はい、それを自分で、なんかね、粉かけて味付けしてるんですよね。ああ、そうですね。まあ、ちょっとだけ薄、味薄いんで、ちょっと塩コショウだけちょっと出して食ってますけど。あの、収録の後になら食べてるのが、こんな話。なんか匂うなってなったんですけど、そうなんですよ。はい。まあ、そういった風にね、ヒアリスは、まあ、一応ね、冷やさのためにね。酒をやめんと、ちょっとこっから先はなんか厳しいなって思いますけど。そうですね。はい。お酒一つ飲んでるんでね。はい。で次もニューバランスなんですけど。そうなんですね。はい。990の V3 ですね。こちらは2022年発売予定ですね、はい。そうなんですよね。テディ・サンティスが手掛けてる新作で、ニューバランスの990の V3 になるんですけど、まあ、こういったふうに新作として、今年中に発売されたようで出てきているんですけど、うん、ちょっとね、これ目を引くのは、はい、あの、ソックスアイダーの部分のこのオレンジのカラーありますよね。はいはい。フライトジャケットであったりとか、まあ、MA1 ですよね。MA1 の内側ってこういうオレンジのカラーじゃないですか。うん、それちょっと思い出したって話なんですけど。ああ、なるほど、ね。はい。で、はい、全体のカラーとしては、ブラウンのカラーであったりとか、一部差し色でカーキーのカラーが使われてる、はい、まあ、モデルで、まあ、トゥーボックスのあたりとか、サイドパネルのメッシュの部分は、これパープルのカラーが使われてるんですけど、はい、まあ、カラー的にも年内に発売されるということで、秋冬も感じかなっていう気がするんですけど、はい、で、かかとの部分ちょっと見てもらいたいんですけど、ニューバランスのって書いてる部分がオレンジのタグのようなデザインになってまして、その下にシルバーのバングルのような感じじゃないですけど、ニューバランスデザインされてるんですけど、はいはい、それかっこいいなと思ったんですよ。この感じちょっとかっこいいなと思ったんですよ。うんはい、ちなみにテディ・サンティスが手掛けてるニューバランスの990の V3 に関しては、まだ一足も持ってないんですよね。そうそう、買いますか？わかんないですけど、そうなんですよ。まだ持ってない中、こういった新作でいいなんで、まだご紹介させてもらったんですけど。またニューバランスも何か変わったの出たら欲しいなと思います、ね。ああ、そうですね。はい。で、続いてなんですけども、オフホワイトとね、ナイキのコラボなんですけども、はい、ゲリラ販売があるんじゃないかと、リストックがあるんじゃないかという情報が出てきてるんですよね。はい、これね、11月の11日の話になるんですけど、うん、11月、今月の11日に海外のリーグアカウントサイトの方が、こういった情報が出てきまして、うんはい、パッて見ると、バージルアブロがやってるカナリーイエローっていうサイトありますよね。はい、そちらの方で、このエアジョーダン4のウィメンズのセールありますよね。はい、これ発売されたのはもう2年以上前の話なんですけど、うん、こちらの方がまた在庫が積まれ出してるっていう風な調和レディなんですよね。あ、そうなんですね。はい。で、近いうちに、まあ、少量のストック数だと思うんですけど、リストックが来るかもしれないっていうことが書いてあったんで、うん、最近ね、このバージュアブロがやってるカナリーエロも全然見てなかったんで、うん、すぐさまその11日に立ち上げてみたら、うん、確かにあったんですよ、ページが。なるほど。はい。ただ、ソールドアウトになってるんですよね。うん、はい。ただ、このソールドアウトになってるんですけど、これ、売られた感じがないと言いますか、もし実際に書いた人がいたら、海外のリークアカウントサイトであったりとか、多分紹介してると思うんですよ。そうですね。はい。で、そういう情報が全然出てきてない中、ページがまた出てきてまして、今、ソールドアウトになってるんですけど、ちなみにこれ日本円で31,900円なんですよね。結構なお値段したんですね。はい。で、おそらくもしこれ書いたとしたら、プラス1万ぐらい、まあ、送料とかつくと思うんですけど、ちなみにね、この、カナリーイエローのサイトっていうのは、以前、エアジョーダン2とオフファイトのコラボを僕変えて、まあ、送料プラス1万やったんですけど。結構お金があったんですよね。そうなんです。ただ、関税取られなかったんですよね。ああ、そうなんです、ね、そうなんですよ。なんで、もしこれ発売された時に、まあ、31,900円っていうふうに、まあ、エアジョーダン4のセールになってると思うんですけど、うん、まあ、プラス1万ぐらいじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、ずっと見てるんですけど、まだね、なんかその、
買える状態にはなってないですよね。そうなんですね。まあね、あのここのサイトはね、あの送料もさることながら、はい、注意事項としては翌日キャンセルされる可能性があるよ、ね、いうことがあるので、僕ね実はオーダー1回通ったんですけど、翌日にキャンセルされてるというようなことが1回あったので、あったんですよね。はい、まあ、それはエアジョーダン2のドッグファイトのコラボやったんですけど、はい、ブラックのモデルですよ。そうです。はい、で金曜の話になるんですけど、また海外のリークアカウントサイトの方が、うん、このねリストックっていうことを使って、うん、エアジョーダン4とオフファイトのコラボのセールのウィーメンズプラス、うん、このエアフォースマンローとオフファイトのコラボのブルックになりますよね、はいはい、これもねリストックされるっていう情報があったんですよね。あ、そうなんですね。で確かに、この間カナイイエローのサイトはこのエアジョーダン4のこ来た時に見てたら、うん、あったんですよね。確かに、あ、ページの方はあったんですけど、うん、まあでも一応ねソールドアウトっていう状態になってるんですけど、うん、今出てきてる情報総括すると、エアジョーダン4とオフファイトのコラボと、まあ、ウィメンズになるんですけど、エアフォースマンローとオフファイトのコラボが今後かなり数は少ないと思うんですけど、リストックが来るんじゃないかっていう情報が来てるんですよ、うんうんうん、で見てるんですけど、今どう来た感じはないんですよ。これ古い動画でもさせてもらってるんですけど、うん、このエアジョーダン4とオフファイトのコラボのウィメンズのセールに関しては、うん、大体全世界で5万6000ほどじゃないかって言われてるんですよね、ストックするのがね。まあそんなに多いわけではないと。はい。アリーカーアカウントサイトは6万足って言ってるところもあったんですけど、うん、まあ大体まあ5万6000足から6万足ぐらいかなっていう感じなんですよね。うん、まあ少ない方ですよね。そうなんですよ。はい。で、もう一つ足来るんじゃないかって言われてるエアホストローと、このオフファイトのコラボのブルックリンなんですけど、うん、これが大体4万足ぐらいじゃないかって言われてるんですよ、ね、うん、少ないですね。はい。で、ゲリラで発売された以外で、うん、スニーカーズに発売された時のストック数っていうのを以前やってるんですけど、うん、大体これ1万6000足ほどやったんですよね。なるほど。そうなんですよ。はい。まあ、いずれにしてもこの2つに関しては、ストック結構少ないんで、まあ、リストックが来てもかなり数が少ないんじゃないかと思われるんですけど、まあ、ね、うん、ちょっとうまく立ち会えたらいいなと思ってるんですけどね。そうですね。はい。まあ、このまま来ないっていう可能性もあると思うんですけど、まあ数が少ないということもあって、ストック X とか見てると結構なお値段が出るんですよね。そうなんですよね、うん、はい、ストック X の方ではもうこれ僕の、ウィメンズのサイズで僕のメンズのサイズに換算してるになってると思うんですけど、はい、エアジョーダン4に関してはだいたい最新の取引で17万7000円ほどで取引されてるんですよね、うん、めっちゃ高いっすよね。高いっすね。高いっすね。はい、確かに前にこのエアジョーダン4のオフファイトの話した時に、うん、このウィメンズなんですけど余裕で10万を超えてるって言ってたんですけど、うん、微妙に値段上がっていってるんですよね、やっぱりね。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。はい。で、もう一つの、このエアフォースワンローとオフファイトのコラボのブルックリンなんですけど、ストック X の方で僕のサイズの最新の取引が、だいたい19万円ぐらいなんですよね、これ。すごい値段。すごい値段ですよね。うん、はい。二足足して40万ですからね、これ。まあ、リリーツの方で、まあ、すごい値段のついて、この二足が、もしかしたら、アジラブルがやってるカナリゲノの方で、リストックが来るかもしれないということで、ちょっとご紹介させてもらったんですけど。そうなんですよね。はい。はい。まあ、あれですね、あの、エアジョーダン4は、あの、コラボものがね、結構値段跳ね上がって、ああ、そうなんですね。エアジョーダン4自体の相場もなんか全体的に牽引されて上がっちゃうみたいな。そうなんですよね。話ありますけど、はい、これまさにそんな感じのスニーカーですよね。はい、あと、まあ、エアジョーダン4は、コラボで発売されたことに似ているカラーとかが、コラボじゃなくて発売された時に、それも割とね、なんか値段が上昇しやすいんですよね、なんかね。そうなんですよね。はい。だから、早いうちにね、定期で買ううちに買っとかないと、ね、はい。そうなんですよね。はい。まあ、確かにね、まあ、このエアホースワンロードオフファイトのコラボのブルックリンに関しては、うん、日本の発売なかったんですけど、このエアジョーダン4のオフファイトのコラボウィメンズに関しては、日本の方の発売で僕ら、俺たちしますからね、これね。買えなかったですね。そうなんですよね。定価で買いたいんですけど、買えないんですよね、これね。なかなかね。はい。まあ、引き続きね、このバージラブロがやってるカナリーイエローのサイトの方を、またね、ちょっと注意バック見とこうかなと思ってるんですけどね。はい、そうやって考えたら僕、オフファイトのコラボって、スニーカーズで買えたこと一回もないんじゃないかな。あ、そうですね。海外の小売りで買えたことはありましたよね。そうですね。海外の小売りさんの方で、なんかあの、リストック受けてるやつを買ったりとかしましたけどもね。はい。今日はあの、エアジョーダン1 IOG のロス&ファウンドの情報、続報出てきてないですか？続報ですか？はい、ね、抽選情報でいいですかね。あ、いいですよ。はい。あの、キス東京さんの方で、うん、エアジョーダン1 IOG のロス&ファウンドの抽選の情報が出てきてたのと、うん、あとユニオンさんの方が今日始まってるんですよね。明日の朝の9時まででしたっけ、はい、ユニオンさんの方はね、2つともね申し込んでるんですけど、うん、はい、まあ、当たったらいいなと思うんですけどね。まああの19日のね発売までの間にまだまだ抽選情報出てくる可能性もありますので、まだ情報出てきましたら、はい、紹介できたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは本日は以上となります。シェアレスでした。カイノレスでした。さよなら。
I'm sorry but it's evident You're on your phone 24-7 No reply when I text at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm reminiscing visions I had